今回紹介するのは「原油暴落の謎を解く」という本です。2016年初めに20ドル台を記録した原油価格暴落はなぜ起きたのかそもそも石油の価格はどうやって決まるのかそのメカニズムを解き明かすとともに価格予想にも挑戦。今 最も信頼されるエネルギーアナリストが石油を軸に世界を見通す原油 ETF を保持している私にとっては最高の教科書になりました原油価格を見通す上で参考となる書籍が非常に少ないのが現状です特に中東に関する情報は少なく また調査する手段も一般人にはありません普段から著者のブログは情報精度も高くまた洞察力の鋭さに驚嘆しておりました新刊が出るとのことですぐにアマゾンで予約し配達を待ち望んでいました内容は新たにそして誠実に確認し直された様子が文面から伝わります他方面の詳細な分析は 今後の原油価格を予想するのに非常に役立ちます。最終章では著者自身の見通しも述べられています。リスクをとって述べられる姿にアナリストの近似を感じました。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。